いらっしゃい、みやびやでーす。本日のおすすめは、麻薬唐揚げです。他の動画で紹介させてもらってるんですけども、一度麻薬卵を作って、その余ったタレで次はまあ唐揚げにかけて食べてみようかなと思ってます。これもまた卵のようにやみつきになるでしょうね。じゃあちょっとやっていきたいと思います。もも肉一口大に切りました。で、鶏の皮は別で唐揚げにしようと思います。で、そこでポイントなんですけど、鶏の皮って皮に脂肪がついてるんですね。こうやってこれがちょっと臭みの原因やったりするんで、これを取ります。包丁で削ぎ落とします。これです。これが脂肪です。で、こっち側が皮です。これがちょっと臭みの原因ですね。まあ、こうすると、これをするとちょっと鶏皮苦手な人でも意外にパリパリ美味しく食べれるんじゃないかなと思います。素揚げで、もも肉の方は下味つけて揚げていきます。はい、下味つけていきます。
温まってきたんで揚げていきます。片栗粉を入れました。横に皮入れておきます。はい、唐揚げ上がりました。いただきます。で、その噂の卵のタレをかけて食べます。まだ卵入ってますけどね。ネギの、ネギの粘りかな。ちょっとトロッとしてますね。最高やな、これは。いただきまーす。麻薬ですからね、これ。抜群に美味しいですね、これは。ネギの食感と、ちょっと玉ねぎの辛みと、最高です。これは止まらんですね。と、例の鶏の皮の唐揚げです。パリパリです。うん、最高です。ということで、いただきます。
えていきます。はい、麻薬唐揚げごちそうさまでした。いやー、もう麻薬卵に引き続き麻薬唐揚げ最高でした。やっぱ揚げ物にも合いますね。油物にも。ちょっとこうネギの粘りみたいなのがソースに溶け込んで、こうちょっととろっとしたソースになって、一段とこう唐揚げに絡んで、こう甘辛く病みつく最高のソースになってましたね。皆さんもよかったら、真似してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。